いいかな。日当たりのいいところの方が喜んでくれるかな。よーし、今日も一日頑張ろう。あ、ほのかちゃん。あれ、のぞみちゃん、椅子持ってどうしたの？なんでもないよ。本当に？なんでもないのに椅子持ってうろうろするかな。意外と鋭い。今ね、あの子の席をどこにするか考えてたんや。部活のお手伝いに来てくれる時だけ椅子を出すんじゃなくて、いつでもあの子の定位置を用意しておきたくて。おお、なるほど。あの子が来てくれるんだもんね。こっちもちゃんとお迎えしなくちゃだね。理事長室から立派なのを借りてくるとか。こらこら、そんなのはいけません。あはは、やっぱり今必要なのは立派な椅子じゃなくて、うちらと同じ椅子かなって思うんだ。私たちと同じ椅子？うん、どっちが偉いとかじゃなくて対等な立場だと思うし、それにあの子もうちらの仲間なんだって、うちはそう思うから。そっか、そうだね。椅子はどこに置くかあの子に聞いてみる？そうやね、それもいいかも。本人に相談して決めよっか。じゃあ今のうちに椅子をきれいに拭いておくね。うちの学校、椅子も結構古いし。ありがとう、ほのかちゃん。みんなの椅子も一緒に拭いておこっか。椅子の準備が終わったら、次の準備も始めないとね。次の準備って？練習のこと？そうじゃなくて、お鍋の準備やん。お鍋パーティーってこと？ピンポーン。みんなでお鍋を囲んでゆっくりお話をしたいんだ。うんうん、もっとあの子の話を聞きたいよね。いつできるかな？みんなにも相談してくるね。ありがとう、ほのかちゃん。あの子が部室に来てくれるのが当たり前の毎日になってきたな。来てくれて嬉しいって感じるだけやなくて、しっかりその気持ちを伝えていかないとね。